メグマローンは、米国人女子プロゴルファー。1987年にループがツアー入りし、4回のメジャー大会優勝を含む18勝を挙げた。2017年に、世界ゴルフ伝道入り、マサチューセッツ州ネーティックで生まれ、7歳でゴルフを始めた。ミシガン州ファーミントンヒルズのマーシーハイスクールを卒業。1983年にミシガンアマチュア選手権に、 優勝した。オハイオ州立大学に進学し1984年及び1985年にはオールカンファレンスに選ばれ、また1985年のビッグテン選手権で準優勝した。1987年よりルップがツアーに参加。ブレークスルーとなったのは1991年シーズンで4つの大会に優勝した。これらのうち2回は、 メジャー大会だった。米国ゴルフライター協会の女性プレイヤーオブザイヤーとゴルフダイジェスト誌のモーストインプルーブドプレイヤーに選出された。2004年にはさらにメジャーで2勝した。2003年シーズン最後のオット選手権にも優勝した。メジャー大会を含めて合計で18勝をした。賞金ランキング10位以内の年が9回あり。 最高位は1991年の2位である。ソルハイムカップの米国代表として1992、1994、1996、1998、2000、2002、2003年の8回にわたり、選手として出場。さらに2009年には副キャプテンとして、2013年にはキャプテンとして出場した。 1996年にオハイオ州のアスレチック連堂。2002年にはミシガン州ゴルフ連堂。2008年にはミシガンスポーツ連堂入り。2000年のルプが創立50周年にはルプがトップ50のプレイヤー、ティーチャーに選出された。1999、2004、2008年にはルプがのプレイヤー理事会の投票権のないメンバーを務めた。 2010年7月7日、全米女子オープンの直前に、プロからの引退を表明した。2011年には、パームビーチ軍伝道入り。2003年のウェルチ、フライ選手権の第2ラウンドで60打という、ストローク数を記録した。これは2001年に、アニカソレンスタムが記録した59打に1打差であった。また、ホールインワン達成数においてもルプガの2位体に一致している。 ルプがツアープレイオフ記録2001年、全英女子オープンはデュモーリーエクラシックに変わり、ルプがメジャーとなった。友情トップ10プレイせず、プロ時代。ありがとうございます。